この番組はカメラや写真、ビデオブログのことを話したり、メインチャンネルの方では話せないディープな話をする番組です。ハイサイということで、皆さん2023年新年明けましておめでとうございます。ちゃんと僕ね、前回の動画の約束守りましたよ。今年からちゃんとこのチャンネルも運用していくっていうね。去年まではね、結構メインチャンネルのこの夫婦でやってるビデオブログチャンネル、中本夫婦の方が41万人登録者超えましてね、もうそっちの方で忙しくてなかなか更新ってできなかったんですけど、今年はね、中本夫婦じゃできないようなちょっとディープな内容のことっていうのをここでどんどんやっていけたらなって思ってます。ということでね、前回の年末の動画で話したんだけど、僕ね、新しくカメラを買ったんですよ。しかもね、マウントチェンジしました。まあ厳密に言うとマウントチェンジではなくて、ソニーのマウントも残してるんですけど、動画用としてね。写真機に関してはもう完全に富士フイルムに乗り換えました。はい、レンズも4本ぐらいも同時に注文しちゃって、もうガチガチに本当富士フイルムで撮っていくぞっていう、そういう気持ちで。でね、この数年間で、ね、僕実はサンセットスタジオ TV の更新が止まってからというもの、全然ね、写真撮ってなかったんですよね。だからまあ結構ブランクあるんですけど、まあその中で写真復帰として選んだカメラがこちら。はい、これはですね、富士フイルムの XT2、 富士フイルムの XH2 ですね。すいませんね、まだ届いたばっかりで名前も覚えてないっていう。それもそのはずね、これ吟味して選んだっていうよりは、カメラのモックンに相談してですね、いろいろとこう動画も撮れるし、写真もおしゃれに撮れる、で撮って出しが楽しめる、こうスナップ的に使えるカメラって何があるかなって話した時に、 XT5 と XH2 のこの2つをね、紹介してもらったんですよ。バリアングルで動くものが良くて、まあ、結果的に、XH2 にしたという感じです。2回使用したんですけど、めっちゃいい。このカメラはね、どういう特性かっていうと、キラーだと思いますね。一言で言うとキラー。これ何かっていうと、今までだと例えば動画で肌の補正をかけるのかって、とかって結構技術が必要で、あとはラットを使った色味の調整ですよね。こうシネマルックなものだったりとか、少しおしゃれな風合いを出したい。そうなった時にラットを当てる技術とかっていうのを学ばなきゃいけないわけですよ。でキラーっていうふうに僕が呼んでる特性のカメラっていうのは、そういう、今までのパワーバランスをぶち壊すカメラのことなんですよね。まあ一言で言うと革命者みたいな感じなのかな。ちょっとかっこよく言い過ぎたか。革命者みたいな感じです。はい恥ずかしい。なんかポイントとしては何かっていうと、まずビデオブログをしっかり撮ることができるっていうね。この自撮りができる上に、ちゃんとした映像を入ってくれるんですよね。 8K で撮ることもできますし、もちろん写真もしっかり撮れると。でこの富士フイルムっていうのはフィルムシミュレーションっていうのがあって、まあ、要するに、富士フィルムが出してたフィルムですね、それの風合いをこうデジタルで表現するような、まあ言ってしまえば、フィルターみたいなもんですよね。それが中にいくつも内蔵されてて、それで撮るだけで編集しなくてもおしゃれになる、こうフィルムルックな写真が撮れるっていう、なんだろう、ノスタルジックな、写真っていうのが撮れます。写真だけじゃない、映像も撮れるんですよね。だからそういった意味で、これまでこのライトルームとかフォトショップとか、プレミアとかね、そういうのを使って編集していた技術っていうのが、ごっそり必要なくなった。要するに誰でもおしゃれに撮れるやつっていう、結構ヤバめのカメラなんですよね。でそれでいてサイズも見てた通り、そんな大きくないです。 APS-C なのでレンズも小さいと、気軽にスナップから、ビデオブログまで撮れちゃうっていう、まあまあ本当にヤバいカメラです。これがね、何万だったかな、 4,5 万とかで買えたんで、えらい安いですよね。まあ、ということで早速富士にね、結構僕は惚れてるわけなんですけれども、ちょっとね、一番最初に初日撮った写真をいくつか見てもらいたいと思います。はい、早速見ていきましょう。夕日を背負うような時間帯だったんだけど、ほんとね、逆光と相性がいいなって思いましたね。うん、かなりいいんじゃないですか、肌補正もね。でレシピはこんな感じですね。基本取って出しです。基本っていうか全部ですね。で肌補正なんかもね、こう全然不自然じゃないですよね、これ。でこの辺りのレシピはこういう感じで、ほらこれめちゃくちゃ良くないですか。肌補正も綺麗で、かつ色味も最高ね。これなんか見てても本当に自然に肌補正してくれてますよね。まあ初日はね、こういう感じでございました。
まあ、こんな感じでね、初日はね、こうあまりフィルムシミュレーションの使い方も分かってなくて、あのうまいこと撮れなかったんですけども、この年末っていうのは僕ね、東京で過ごしてきたんですよね。ライジンっていう格闘技イベントを毎年あの夫婦で見に行くっていう恒例行事になってるんですけれども、その時に、ね、撮ってきたあの簡単なビデオブログと、それから写真っていうのがありますので、そちらも見ていただきます。あ、ありがとうございます。ということで、どうでしたかね。あの写真めちゃくちゃノスタルジックじゃないですか。あのある程度ね、こう練度が必要というか、こうまあまあそのフィルムシミュレーション入れればサクッと誰でもおしゃれに撮れるというよりは、ある程度のこのカメラ、あ、なるほど、この場面で撮るとこういう風に撮れるんだなっていう、こう練度、熟練度みたいなのが必要になってきます。でね、あのこれいろいろと細かい設定を自分でしていくことによって、かなりあの好みの色味になっていくっていう感じなんで、例えばこの写真なんかで言うと、僕が設定してるのはこんな感じです。はい、まあでも設定って言ってもそんな難しいものじゃないですから、ね、いくつかの項目をパンパンパンとやるだけで、もうそれだけでおしゃれになるというものなので、そんな難しいことはないと思います。まあこうさ、ソニーのカメラとかで構えてると、やっぱり色のりとか色味もすごくいいし、なんといっても本当にやっぱり最高峰のスペックで撮れるものだから、どうしてもね、こうシャープに撮ろうとか、もう少しフリンジ気にしようとか、色かぶり気にしようとか、いろんなことをね、ちょっとこう完璧主義になってしまいがちなんですよ。なんだけど、これだとね、フィルムシミュレーション入れて撮ってると、まあ、ノスタルジックだし、エモいし、いっか、みたいな気持ちで、そのフリンジとか出てようが、ピントが若干外れてようが、まあなんか、味として受け入れられる自分が いるんだよね。不思議なもんでさ、本当に完璧主義だから僕結構細かいところ気になっちゃうんだけど、まあ、そういうところもね、全然気にならずに撮れるっていう。本当はね、もうレンズとかについても深く語りたいんだけど、ちょっとこの動画じゃ語れないから、それはまた後日語ります。でね、動画についても言及したいと思うんだけど、まあ、動画もね、めちゃくちゃノスタルジックだったと思うんですよね。なんかもうエモさの塊っていうのかな、あの本当フィルムで撮ったかのようなね、言ってしまえばその色かぶりがあったりとか、まあ、肌の色もしっかりとこう現物と同じようなものが出てるっていうわけでは全然ないんですよ。全然ないんだけど許せちゃうんですよ。録音がバラバラってちょっとばらけてたとしても、ちょっとハイキーで飛んでたとしても、なんかね、いや、許せちゃう絵ってのが出てくるんですよね。これってめちゃくちゃ重要なことで、どうしてもこう綺麗な映像を出そうとするとめちゃくちゃラットにこだわっちゃったりして、気がつくと何時間も経てたりってこともザラなんですよね。だから言ってしまえばキリがないんだよ。キリがない。そう、日常ビデオブログを撮るのにそんな映画みたいに撮る必要があるのかと。いや、キリがないんだよね、それやってると。でもそういった意味ではこのカメラだと、なんだろう、あ、このぐらいでいいかもなって思わせてくれるっていう、まあ、写真の時も同じような感情を抱いたんだけど、そういうね、不思議な魔力があるなっていうふうに富士のカメラについては思いました。XT5 とかも本当にあの写真だけ撮る人だったらいいみたいね。僕みたいにビデオブロガーだったりすると、まあ、やっぱりこれの方が一番いいのかなって思ってます。ただね、他
他のシリーズもちょっと XE 系とか XT 系とかも気になり始めてて、これちょっと沼に足突っ込む感じするよね。富士使ってるみんなどうなん、そういう気持ちできっと使ってるよね。なんかね、もう分かり始めてる、1週間目で分かり始めてるよ。今年の僕のマイブームになりそう。あ、マイブームのことね。まあ、そんな感じでね、新年一発目の動画、ちょっとマニアックな動画になったんだけど、このカメラいいよっていう、そういう話ですね。でね、もっと細かいところについても実はめちゃくちゃ語りたいのよ。だからこれからもどんどん富士系の動画も出てくるし、ソニー系の動画も出てくると思うんで、気になる方はぜひ、気になる方はぜひチャンネル登録して、チャンネル登録してください。はい、ここまで流暢に喋ってたのになんでここでということで、今年はしっかりこのチャンネルも更新していくので、僕と一緒にぜひカメラライフ楽しみましょう。それでは今日はこの辺で、バイバイ。